どうも、PDR さんのゴミ箱へようこそ。アメコミ福袋を買ってきました。この福袋、去年も買ったんですけど、これは秋葉原のブリスターコミックさんで買ってきました。値段は5000円です。もう、売ってませんので、もしこれを見ていいなと思ったら、来年買ってください。レッツオープン、アメコミ福袋。お、プレデター!プレデターが2体!去年の福袋に入ってたシワちゃんとプレデターの仲間が増えましたね。そしてちっちゃいジャスティスリーグのフィギュアかな。ジャスティスリーグの中でアクアマンの次にあまり興味のないグリーンランタンが出ましたね。あとはアメコミですね。アメコミ結構入ってますね。日本語版のヘルボーイとカウボーイズ&エイリアンズ。X-Men 92。これは持ってないな。コーヴェックサーガー。なんか、何かわかりませんね。Rise of Incarnates。なんだこれ。ハロウィンフェスタのアメコミたちですね。これ、全部持ってます。ガーディアンズ・オブ・ノーウェアの、別表紙ですね。ベノムの。かっこいい。スクイルガール。マーベル多いですね。アバター。The Last Airbender。Green Lantern Lost Army。グリーンランタンは全く興味ないですね。同じの2個入ってんじゃん。ちょっと待って。同じの3冊入ってますよね。これは、あれですかね。福袋を作るのめんどくさくなって。そして最後は、Inhumans Attilan Rising。マーベルが多いですね。大体シークレットウォーズの隊員のアメコミが多かったですね。はい、プリスターさんのアメコミ福袋でした。今年もかなり良かったですね。この同じのが3冊入ってるの以外は。今年はなんかおもちゃのバリエーションが結構あったみたいで、ツイッターで画像検索したら他にもアイロンマン、パシフィックリム、グレムリンズ、ゲイズオブウォー、ロボコップなどのおもちゃが入ってたんですけど、一番いいなと思ったのが、何個かシンプソンズのおもちゃが入ってたみたいで、誰かの福袋の中にブレッドハートのシンプソンズのおもちゃが入ってたんですよ。 PDR さんは WWF とシンプソンズを見て育ったんで、超羨ま、超羨ましいですね。はぁ、おっせぇなぁ。何が？あ、相棒のために福袋頼、あ、いや、なんでもない。気にしなくていいから。うん。はぁ、あ。はい、この前メインチャンネルで質問コーナーを出したので、見たい人は下にリンク貼っておきます。では、今年もよろしくお願いします。福袋の他に100円コーナーをちょっと漁ってきましたね。全部スパイダーガールです。そして、いつものアメコミたちを買いに行きました。解析ですよね。